ちょっと今回はですね、ちょっと前回もう完全にもてあそばれて、もうなんか瞬殺されたレスリング対決のいきなりなんですが、ちょっとリベンジマッチをお願いしたいなと。はい。こんにちは、空手家ゴーグです、今日は東京都調布市にある、格闘スポーツジムでスルビに来ているのですが、もうこれだけでちょっとピンときた人は間違いなく僕のチャンネルの、マニアさんですよね。長い間ご応援ありがとうございます。そしてですね、いつもチャンネルをご覧いただいている皆様のおかげでついに先日チャンネル登録者数、10万人を達成することができました。本当にありがとうございます。ですね、今回は、チャンネル登録者10万人達成企画ということで、ご出演を依頼したのは3年前に僕のチャンネルでも初めて、コラボ企画をさせていただいた、シドニーオリンピックレスリンググレコローマンスタイル69キロ級、銀メダリストの永田克彦さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お久しぶりです。ちょうど3年ぶりということで。3年ぶりです。はい、僕が初めて永瀬さんにお願いしたときに、僕チャンネル登録者まだ100人200人お願いさせていただいて、もうあれから3年でまさかの10万人達成です。おめでとうございます。ありがとうございます。あ、すみません、じゃあちょっと軽く自己紹介。ああ、どうもどうも。はい、まあ、名前はね、永田勝彦です。まあ、ずっとレスリングやってて、まあ、今ね、この格闘スポーツジムレスリングという代表をしてまして、まあ、子供からね、大人までレスリングを指導したり、あと体作りのトレーニングをね、指導してます。はい。で、コウケさんとは3年前にね、コラボさせていただいて、まあ、そういったね、縁もありまして、今回またね、コラボさせていただいて、またね、楽しみにしてます。はい、よろしくお願いします。失礼します。あれですね、もう今でもまあ、ご覧の通りですが、めちゃくちゃ鍛えてて。いや、めちゃくちゃ鍛えてないですよ。もう楽しいんで、趣味で。この間もなんかインスタとかで、はい、もう50歳で、はい、マッスル、マッスルなんですか、マッスルアップ、マッスルアップ、はい、ワーンってやってたんで、あ、僕はあれ無理だなと。すごいです。で、まあ、完全に趣味のね、で、まあ、まあ、なんていうか、体をなんていうかね、いつまでもこう、なんていうか、落としてもらえないじゃないですけど、そういうあれ気持ちで、ちょこちょこ動かします。はい、ですね、もう、あれですね、しかも、42歳の時に、確かまだ破られてないですよね、ね、最年長記録、はい、全日本大会、はい、レスリングの最年長優勝記録も、はい、今まだ保持されてるんで、はい、もう、年をいってもバリバリで、いや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 、あれですか、今でもやっぱり、現役の子たち胸貸したり、これね、最近あんまりね、大学生とかでは、まあ、やってはないんですけど、でもまたやりたいなってありますね。そうですね、まあ、そのために日々ちょっと、まあ、刀はね、錆びつかないようにしたいなという思いはありますけど、まあそこは思いだけですけどね。でですね、ちょっと今回はですね、ちょっと前回もう完全にもてあそばれて、もうなんか瞬殺されたレスリング対決の、まあ、リベンジに多分ならないんですけど、ちょっといきなりなんですが、ちょっとリベンジマッチをお願いしたいなと思いまして、はい、今日はちょっと、いきなりなんですが、僕の苦手な方ジャンルでレスリング対決をもういきなりお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。すいません、多分僕のチャンネルの方ってあんまり、多分、ね、打撃の方が多いので、はい、レスリングのその簡単なルールあ、そうですね、ルールですね、はい、解説していただきたいなと思うんですが、まあ、レスリングっていうと、はい、オリンピックではね、見ることもありますけど、まあ、大きく分けると種目が2つあって、フリースタイルとグレコローマンってありまして、フリースタイルは、まあ、足を取って肩にかけたりして倒してもいいっていうのがフリースタイルです。まあ、自由に倒していいってことですね。で、フリースタイルで、もう一つがグレコローマンスタイルってことで、まあ、僕の専門としてはスタイルなんですけど、まあ、グレコローマンっていうのは名前の由来はね、ギリシャローマ時代から続いてるレスリングというね、まあ、そういった意味らしいんですけども、まあ、そのレスリングがどういうことかというと、腰から上しか、まあ、触ったりね、掴んじゃいけないっていう、まあ、当然足を触って取ったり足をかけたりするのは反則で、まあ、どちらかというと組み合って投げたりとか、まあ、寝技の状態だとこう持ち上げて返したりとかね、そういったわりかしこう豪快な技がね、多く出る、まあ、そういったねスタイルですね。今日はスタンドでもグラウンドでも足、ね、はい、腰から下は触っちゃダメというか、そうです、ですね、触っちゃダメで、でポイントの入り方は相手をね、もちろん打撃とか、ね、関節技は反則で投げたり倒したりで背中つけたり、あるいはゴーゴーバックを、ね、回って腹ばいにさせたり四つんばいにさせたり膝つかせたりするとポイントが入ります。あと
グラウンド寝技の状態ひっくり返したり、あと持ち上げて投げたり、まあ、それのことで、ポイントが入りますね。はい、よし。まあ例えばこうレスリングだと、まあ、今ね神戸さん道着着ますけど、道着がないんで腕をこう持って、ね、例えば相手を投げるにしてもこういう感じで、こういう感じでね投げると、まあ、これで4点ですね。投げが4ポイントです。4ポイントですね、はい、これでお腹にタックルして倒して、まあ、背中からこう倒して、これも4点ですね。あ、はいはいはい。でこうじゃなくてゴービーハインドってバック取って相手を腹ばいに蹴って、こうじゃないと、2点です。はい、これが大体スタンドの状態のポイントですね。あと1点ってのはあるんですけど、1点ってのは例えば場外にこうもつれてこうダーッてもつれて相手足が先に出たらこれで1点ですね。はい、グランド状態もグランドレスリングですね。グランドレスリングで相手を例えばお腹締めて返す、これで2点ですよね。であとこれを大きく持ち上げると大きく持ち上げて例えば投げたら4点とか、あるいは本当に高く上げると5点とか入ります。あ、5点なんてあるんですか。はい、5点はね、本当自分の胸から上に引き上げて投げると5点です。結構豪快で、まあ、ちょっと危なそうですね。まあ、そうですねまあでも多分鍛えたもの同士そこまで持ち上げるって至難の業。そうですね、だからたまにめったに決まらないですよ。あ、5点は、まあ、本当に稀に。はい、スタンド状態からでもあります。いくと5点です。5点をこう胸から高く相手の胴体引き上げて投げるとスープレックスにすぐ5点ですね。一本背負いでも本当にこう縦にこう担いで投げると5点ですね。あ、はい、はい、ちなみにテクニカルフォールは、あ、テクニカルフォールはグレコロマンは 8点です。だから簡単に言うと投げが2回決まると8点で、はい、もうそれで、まあ、柔道のね合わせ1本みたいな感じで、はい、一歩勝ちになりますね、テクニカルフォール。はい、わかりました。じゃあ早速よろしくお願いします。これ時間をこれ、はい、何分にしましょうか。時間を、ね、何分持つんだろう。あ、違うんです、その試合の時間です。試合時間と3分でやるんですね。あ、わかりました。わかりました。まあ、多分あれですね、まあ先に言うと思うんですけど、はい、試合時間持たない気がする。3分を、はい、とりあえず頑張って前回よりも1秒でも長く、3分で3分かな。どうですか。おしゃじゃあ大丈夫ですかね。やばい、めちゃくちゃ緊張する。お願いします。お願いします。じゃあ行きましょうか。お願いします。お願いします。いいぞ。まあ、当然なんですが、組まれたら絶対に持っていかれてしまうので、初めはここ必死でいい位置を持たれないように、そんなことばっかり考えちゃって、全然組み合いになってないですね。ここ僕が頭をつけて耐えている状態だったんですが、前に体重をかけたところを狙って組み替えて組み投げをされてしまいました。この時全く受け身に入れず、完全に頭からいってしまい首をやってしまいました。投げられた瞬間、首から背中にかけて痛みで固まってしまった感覚があったので、とりあえず首が動くかどうかだけここで確認してますね。この辺り一時的に首から背中にかけて痛みで固まっていて、体がうまく動かなかったので、もうこれ必死にごまかしながら回復時間を頑張って稼ごうとしてます。この辺りでようやく少し動けるようになってきて、昔教わった相手の腕を引き込んでバックに回る技に挑戦しています。そしてこの僕の技の挑戦を見て、永田さんが少し動きを変えてきています。はい、ここ完全にお手本ですね。高潔さんがやりたかったのこれですよねという感じで、永田さんが見本の引き込みを狙って、これ見事にバック取られました。そして前回はここから思いっきり持ち上げられてぶん投げられたので、ここ本当に必死にもがいてます。
局前回より高さは低かったもののグラウンドから投げられてしまいました。僕が点数分からず永田さんも何も言われなかったので続行していますが、実は本来ここでテクニカルフォールで決着時間はまさかの前回とほぼ同じ1分24秒でした。ここで僕も首投げに行きたくて取りに行ったんですが、全然動かせる気がしなくて結局技に行けず潰されてしまいました。組の力が半端じゃないのでがっちり組まれないように必死ですが、レスリングだとこの姿勢が消極的とみなされて、本来なら僕注意されちゃう場面みたいです。この辺りはさっき食らった引き込んでバックに回る技に移行されないように必死で切って切って頑張ってます。ここの返しさすがっすね。ここで永田さんの引き込みに逆らうように僕が必死に力を入れたら引き込みの腕を外して僕の力を使って回転させられバックを取られてしまいました。ここからはなすすべなく膝をつけられそのまま後ろから回されてしまいました。本来ならここからぐるんぐるんとローリングで多分僕のことなら何回でも回せたんですが、ここあえて解放してくれたそうです。やばい、めちゃくちゃやばい。そうです、そうです、最初投げがねあんまり変に変に感じちゃって変な角度打っちゃったんで大丈夫ですか。やばい、2本目持たない。1ラウンド目はほとんど攻撃ができなかったのでなんとか2ラウンド目で攻撃をしたいと考えているんですが、僕レベルが技に入れる隙がなくて結局防御ばっかりになってますね。ここで初めて首を取って少し揺さぶりがかけれるシーンができたので、永田さんが前に踏み出すタイミングで背負いに行きましたが強引すぎてあっさり腕を引き抜かれました。そしてこの辺り僕が一本背負いを狙ったことで永田さんの動きが少しまた変化しましたね。これ面白かったです。ここ永田さんが絶対に背負いに来ると思って後ろに踏ん張れるようにしたんですが、ここ先読みされていて後ろに崩されました。ポイントにはならなかったんですが完全に手のひらの上で転がされてますね。ここ完全にポジションを取られてるんですが、後で確認したら僕がレスリング素人すぎて永田さんの読みと違う対応だったおかげで大技で投げられずにバックに回られるだけで済みました。そしてバックに回ってから倒してポイントではなく引っこ抜いて豪快に投げようとする永田さんに必死に抵抗しています。結局自分から足をついちゃいました。そして俵投げをしようとする永田さんを巻き込んで担ごうとしたら読まれて自分から背中をついちゃいました。せっかく背負いを避けたのに必死すぎてバックに回る発想ができませんでした。この
あたりなんとかバックに回られないようにしながら自分がバックを取りたいと思ってるんですが、これ全然うまくいかないんですよね。ここ僕が首投げに行こうとしてバックを差し出し合う形になりました。そして先ほどと同様に引っこ抜かれないように必死で自分から膝をついちゃいました。そして再度巻き込みからの逆転を狙ったら完全にフォールされていく形になってしまい、永田さんはあえてフォールしに来ていませんが、これ 100% フォールされてました。背中ついてあげないですね。うまそう。ありがとうございました。ありがとうございました。やばい、こんなにひどいな。ありがとうございます。ありがとうございました。そうですね、できるだけレスリングの魅力じゃないですか。あれを伝えたいなと思ってね、ちょっとこうもうそれは乗ってるものを伝えていただいて、ありがとうございます。ちょっと最初に強引にちょっとね、ルーティーちゃって、すいません。あ、いいです。いやー、ついに投げのダメージっていうのを早々に経験させてもらいました。あ、そうです。でも、あれですね、お投げられ方は悪いけど、いやー、ちょっとね来ますね。僕がまあ受け身下手だからなんですけど、いやでも、投げられするのは大事ですよね。ちなみに僕今、トータル一体何点取られたのか全然分からなかったんですけど、はい、途中もすでに何度かってテクニアルホールだったな。そうですね、まあ、なんていうか、どれぐらいなのかな、ちょっと後で見てみたいと思うんですけど、まあ、できるだけそうですね、ちょっとこう、一緒にレスリングのね、はい、まあ、試合時間をこうやりたいなって思うので、そう、だいぶ行けるときに行かずに遊ばせてくれてる感が、すごい伝わってきたんですけど、ありがとうございます。ただ、その後、めちゃくちゃ疲れました。もうなんか、普段やっぱ打撃で使わない筋肉なんで、そうですね、もう、なんですかね、普段の、練習でもこんなパンパンになることないんですけど、うん、手足は足は手がもうパンパンですね。そうですね。あそこしかも、まあ、特にまあグレコローマだと、はい、それでもフリースタイルやってる選手もいきなりグレコローマだと腕パンパンになりますので、ね、でそれだけやっぱり組んで圧力かけて力出すんで、はい、上半身がわりかしグレコローマの選手はね発達しやすいですね。なるほど。いやーやばいっす、パンパン。そしてまたあれですね、ちょっと次回は今日やられた技とか食らった技なんかを、はい、そうですね、再度ちょっと解説していただきたいと思いますので、はい、それでまたよろしくお願いします。まずこれキックとかブロックつけた技術だったらここはもう最前でっていう、フックの例えばこういうのが左フックなんですけど、これがこういうのだったりとか、はい、もう上がっちゃえば、もうスッと落ちちゃう。ああ、はい。おお。まず今日最後の YouTube を見ていただきありがとうございます。あ、今回のここ、格闘スポーツジムでスリーですね、はい、使わせていただいたんですけども、ちょっと軽くスリーの紹介なんか。はい。はい、まあ、調布市千川町で京王線千川駅の徒歩3分の1にね、ありまして。まあ、キッズの、ね、レスリング、まあ、レスリング教室であったり、あと一般の人も、ね、こう格闘技を楽しむというのでキックボクシングとかグラップリングとか、ね、関節技とか、ね、やるような、いろんな、ね、年齢や、経験に合わせて、ね、楽しく体験できるクラスがありますので、よかったらぜひ、ね、体験にでもお越しいただけたらと思います。まあ、概要欄の方に、はい、このジムの詳細貼らせていただいておりますので、はい、お近くの人は一度ぜひチェックして、来てみてください。日頃僕のチャンネルは見れば 100% 強くなるために役立つ動画を毎週金曜18時に更新しています。最新の技術や理論を見逃したくない方はいいねボタンとチャンネル登録して、カーデカコックスの一緒にこれからも強くなりましょう。おっす、おっす、ありがとうございました。今回お届けするのは、避けられない攻撃を出すための間合い操作術です。僕の空手の技術の一翼を担う本当に超大切な技術で、概念自体はものすごい単純なもので、知ってしまえば正直あそんなことなんですけど、僕にとっての秘伝と言ってもいいレベルの技術なので、要点などについて、絶対に